皆さん、こんにちは。花子です。今日のお題は、50代、60代のための新 NISA ガイド、時代の波に乗れ、これを見ればあなたの投資がわかる、です。今日は50代、60代向けの新 NISA について、アラフィフの私、花子が説明したいと思います。でも投資はケースバイケースなので、年齢だけでもないんですよね。ですから、パターンをいくつか想定して提案したいと思います。まず、問題として、 1. 1投資歴が長いのか、初心者か。2. 毎月の収入はあるのか、余剰資金はあるのか。3. 退職金の使い道に困っているのか。4. 円の貯金をどうしようかと思っているのか。5. 保有株を売ってその範囲で買おうと思っているのか。6. あと何年生きる予定か。それでアンケートを取ってみました。 50代、60代でこれからの NISA をどうしようかと思っている人に質問。これのどれに当てはまりますか将来の退職金を使って投資しようと思っている15.4%退職金はないが貯金を投資する30.9%退職金も貯金もないが毎月の収入を投資30.9% 保有株を売って投資22.9%退職金はないが貯金を投資すると退職金も貯金もないが毎月の収入を投資が同じぐらいでした退職金って最近あまり現金では出ないんですかねそれとも出るけど投資に回したくないか私は1999年から2018年まで19年間ロサンゼルスに住んで娘がサンフランシスコの UC バークレーの寮に入った月に離婚申請して日本に帰ってきたんですよね無駄のない動き それで日本に帰ってきた時にツイッターか何かで日本は年金を本当にもらえるのかという議論がたくさんあったのでちょっと違和感を覚えましたそもそもアメリカでは年金ソーシャルセキュリティをあまり期待していないのでみんな投資していますだから2019年に書いたこの本これにも書きましたこれコロナ前に書いたんですよね これは金融資産構成、日本、アメリカ、EU の2023年3月のデータですが、日本は16.7%を投資、株、債券に回していて、アメリカは56.2%、EU は33.3%と、日本はかなり少ないですが、これでも数年前は10%ぐらいだったので、だいぶ増えたと思います。それもまず、金融庁が日本市民に、 投資を進めて、老後2000万円問題というのが浮上してきたからですね。2019年に金融庁の報告書では、老後30年間で約2000万円が不足すると受け取られる試算が示されて、国民を驚かせました。2019年6月、金融担当大臣を兼務する麻生財務大臣は、95歳まで生きるには退職後に夫婦で2000万円不足する例もあると試算した金融庁の報告書について、老後を豊かにする額を を示ししししたたたたもののだだととと説明明赤字という表現を使っっは不適切だったと釈明しましたこれは日本政府からの年金をあまり当てにするなというメッセージだと受け取られました。でもアメリカでは前から年金は当てにされていません。だから投資の割合が日本よりも多いということですね。そして次の問題が円安。 2019年あたりは110円を切っていたぐらいなのに、アメリカのインフレにより、FRB が金利を上げたことで、マイナス金利の日本との差ができたことで、円安が30%から40%進みました。つまり、日本人の円資産の価値が30%なくなったということ。現に日本人は海外旅行に行かなくなった。 そして円安はインフレ抑制のためにアメリカにとって都合が良かった。しかし最近になってインフレが収まってきたアメリカは次は金利を下げる方向に向かうことになる。 普通に考えたら円高の流れになるけれど、それも教科書通りに行くかはわからない。あとは日本企業の競争力が弱まったこと、人口減少は現実に起こっていることなどを考えると、この先日本円の価値というのは落ちていくということもあり得るのではないか。日本はデフレで物価が下がっていたのに、世界中がインフレになって金利を上げてくると、やはり日本も鎖国しているわけではないので物価が上がってくる。 それと同時に給料も上がればいいけど、物価と同じように給料が上がってこない。そして電気代が2倍になったり、コカ・コーラが高くなったり、ということが現実に起こってきた。そして外国の企業が日本に高級ホテルをどんどん作り始め、客に日本人がいない。これって昔の発展途上国に旅行に行くと、現地の人がホテルにいなくて、外国人ばっかりがホテルにいて、従業員が現地の人というパターンに似てきてる感じがしますね。そりゃ嫌ですね。 だから、資産を守らないといけない。さあ、どうする新 NISA って感じですね。日本の政府が新 NISA を進めてくるということは、貯金していたら危ないよ。自分の資産は自分で守ってね。というメッセージだと思います。日本は遅れてアメリカに寄せてきますからね。そして可能性としては、投資の税金は減らしたら、他のところに税金を増やす。 つまり税金がかからない方法を知らない人はただの情報弱者でしょってことになる一つの考え方としてはもし円安が200円300円と進んだ場合に日本円だけしか持っていない場合には今よりも日本円の価値が下がってしまうつまりドル資産も持っていた方がいいという問題です日本に住んでいても電気代が2倍になるということもあるし 海外からの輸入品の物価が高くなるということもあるし、そうすると日本人が貧乏になっていくということですよね。教科書通りに言うと、来年はアメリカの金利を下げるというのが大方の予想なので、そうすると大方の予想では円高になる。しかし円高になると株高になる。だから円高を待っても株を高くなるから意味がない。そうするとどの株を選んだかによって差が出てくる。じゃあアメリカの金利が高いうちに米国債を買えばいい。 とは言っても、金利が高くても今買った後で円高になったら、円に変えた時に元々の円よりも安くなってしまう。日本国債10年は0.6%と全然儲からないし、四面疎化。でもアメリカの住宅ローンは8%近いのに、日本は1%以下ってかなりお得ですよね。だから日銀は金利を上げられないんですよね。まず投資の前提として、リスクをどれぐらい取りたいのかというのがあるので、 守りの投資で行くか、攻めの投資で行くかという選択になるんですが、攻めの投資ができる条件としては、これは年代は関係ないんですが、今までの含み益が十分あるなんですよね。含み益があると余裕が生まれます。もちろん初心者には含み益がないので、守りの姿勢になるのは当たり前ですが、 今までは攻めだったけど、そろそろ仕事を辞めて毎月の収入がなくなるという人にとっては守りの姿勢になりますよね。でもこの税金のチャンスを取らなかったら、他で税金を取られる可能性もあり、なかなか人によって選ぶのは難しいので、とりあえず、まずはやってはいけないベスト5からいきたいと思います。1、後輩等株に手を出さない。 私は後輩当株はおすすめしません。選んだ株がたまたま後輩当株だったというのはいいですが、後輩当株には罠が多いので、その中から選ぶと罠にはまりやすい。決算書を見てる私から言っています。元本が配当よりも下落したら意味がない。もちろん後輩当 ETF も反対。2番、米国債 ETF。これは意味がわからない。 米国債はは確かにニーサでは買えません。買えるのは米国債 ETF だけですだけど米国債の本物は買った時点で利息の契約をするんですよ米国が破綻しない限り利息をもらって満期が来たら元本が返ってくるそれをわざわざ契約もない元本保証もない米国債 ETF にしたらそもそもの目的がおかしくなってくるんですよね買うなら確かに金利が高いうちですけどすでに米国債は金利が下がってきましたからね とにかく債券と株を一緒にしないこと。レバレッジ米国債 ETF なんてことになったらもうしっちゃかめっちゃかですよ。まあ私から見ると。投資はできるだけシンプルに。証券マンじゃないですからね。3. 決算書を確認しないなら個別株は買わない。 最低限どれぐらいの規模の会社なのか赤字なのか黒字なのかぐらいは確認すること。例えば今株価絶好調に上昇しているモンゴ DB ですが今日決算発表ですかね。月曜日はちょっと下落したみたいですが年初来は120%上昇。売上は622億円ぐらいですが営業赤字、最終赤字。一度も利益を出したことがありません。純資産は1292億円ありますがそれは皆さんからの投資のおかげ。 3674億円投資をしてもらって、累積赤字が2373億円をカバーしているからです。赤字は3ヶ月で54億円ぐらいに縮小はしているのですが、このあたりはあとどれぐらい大丈夫なのかなどを知っておく必要があります。私の個別株で一番保有額が大きくなったのはコインベースですが、今年3倍になっています。年初来プラス316%。3ヶ月の売上の規模は990億円ぐらいですが、赤字です。 だから、花子サーティーでも29位にしました。でも、800億円ぐらいの赤字が4億円ぐらいの赤字に縮小しました。そして、9月以降は暗号通貨が上昇しているので、次は利益が上がってくると思います。そして、内部留保は、つまり今までの自分で稼いだ累積の黒字は2300億円ぐらいあります。それに投資してもらった6450億円のお金もあり、純資産は8644億円あるので、 債務超過の心配はありません。個別株を買うときはその辺も確認する必要がありますが、最低限株を選ぶのに必要なことを確認できる無料会計クラス、木曜日の夜21時から YouTube でライブをします。12月7日の21時、ぜひ参加して最低限必要なことはしっかり知っておきましょう。 これらの注意点を考えて私のおすすめとしては、初心者の方は最低1年は毎月の投資は3万円から5万円ぐらいにした方がいいと思います。これから円高になる可能性もあるので、1800万円も埋めるために急いで投資はしなくてよい。そして毎月の余剰資金も人によって違うので、ちょっとその辺を分けて説明したいと思います。1、毎月の余剰資金が5万円の方。 1.EMAXSLUM S&P500 ススを3万円、毎月1回自動引き落としで設定。2.SPLG ETF S&P500 連動ですが、こちらは ETF で1万円以内で買えるので、下落のタイミングで買う練習をしてみる。3.MMF1 万円分勉強のために買ってみる。 S&P500 じゃなくて全世界オルカンがいいという人もいますがそっちでもいいです。オルカンでも VTI でも S&P500 でも正直そんな大きな問題ではないです。どっちにしろほとんど米国株だし、米国株が下落したら他の外国の株も下落します。どっちでもいいです。2、毎月の余剰資金が10万円の方1、EMAXSM S&P500 を毎月5万円毎月1回自動引き落としで 2. 米国株 ETF2 万円タイミングを見て SPLG を買ってみる。3. 米国株個別株2万円分調べたい人は買ってみる。5.MMF1 万円分勉強のために買う。MMF を勉強のために買ってみるというのは、米国株を売りたい時に円高だったらもう少し円安になるのを待つというのを MMF で避難場所にするということができるということです。そして 3. 毎月の余剰資金が100万円の方。 一、1.E マックセスインスルメ3ド P500 ハテナ円二、米国株 e t f 三、米国株個別株調べたい人は買う四、m、MM、m f 1万円分勉強のために買う。これはポートフォリオによる。現在保有している投資があるならそれを見比べてバランスを取らないといけない。 攻めの投資が多い人、つまり個別株が多い人はインデックス株、S&P500 ではなくてダウ連動でもいいと思います。決算書が読める人は株価が下落している個別株を狙って買いに行く。すでに仕込みが終わっているなら個別株は買わない。全くの初心者だったら100万円から始めない。 基本は S&P500 を7割。個別株を3割。だけどその時の状況による。6、5000万円貯金あるけど毎月の収入がない方。3200万円は現金日本円。1500万円は投資信託の EMAXSLIM S&P500。300万円は個別株。調べるなら。EMAXSLIM S&P500 は積立投資枠で毎月10万円。成長投資枠で2万円。個別株は成長投資枠で毎月3万円。 10年ぐらいかけて投資、調べることを楽しいと思わない人は、毎月15万円を投資信託の EMAXS2 名ン t p 5 0 0に自動引き落とし、まあ、オルカンでも VTI でもダウでもいいです。投資経験によるんですが、そもそも経験がある人がこんな質問をしないと思うので、 とにかく一括投資は避けて、用心しながら毎月買うこと。上昇した株は下落する。下落した株は上昇する。米国株はその繰り返しです。下落した時に怖くならないレベルの投資をしましょう。ということで、来月1月からの新忍者ーー、用心しながら、しかし税金控除のチャンスを逃さないように資産を守っていきましょう。個別株を買いたい人は、今週木曜日21時から、 無料会計レッスンがありますので、ぜひ参加してみてください。これを知るだけでもかなり違ってくると思います。ということで、気をつけて投資をしていきましょう。それでは、さようなら。ボランティア K さんがアメブロを始めて猫保護活動報告をしてくれています。下のリンクから見てね。 高校生でもわかる米国株 YouTube チャンネルの収益は保護犬猫活動に全額寄付しています。個人ボランティア K さんへのサポート。うちは転換持ちのコロンちゃんをもらいましたがお薬で治っています。そして保健所と連携をとって活動の個人ボランティア e んグループへのサポート。 ちょうど1年前、E3 グループからモ,モとララを引き取りました。到着した時はこんなに小さかったんですが、今ではこんなに大きくて毎日楽しそうに過ごしています。最近では U さんが10万円も送ってくれました。その他にも毎月 Amazon からフードを寄付してくれる方もたくさんいらっしゃいます。自分の生活を第一に無理をしないでできる範囲でやっていきましょう。皆さんいつもありがとうございます。